アラン・フリードアラン・フリードはアメリカのラジオ DJ1950 年代に人気を博した。自身の番組内で黒人に親しまれていた音楽ジャンルのリズムブルースを積極的に放送し、それをロックンロールと呼んで白人の若者たちの間に紹介し流行を定着させた。また全米各地でダンスパーティーを開催したり映画にも積極的に出演するなど、 ロックンロールの普及のためにあらゆる方面で活躍した。やがて白人、黒人の両人種の若者に支持されるカリスマ的存在になったが、1960年代、初頭にスキャンダルをきっかけにして音楽業界から排斥された。死後の1986年にこの年に創設されたロックの殿堂に演奏者ではない人物として初めて選出された。 ロックが音楽シーンの中に定着した現在では、ロックンロールという言葉の生みの親として、そしてロック創造家を彩る人物の一人として頻繁に紹介され、広く認知されている。本名はアルバート・ジェームズ・フリード。ユダヤ系の父親、ウェールズ系の母親のもとに、ペンシルベニア州、ジョンズタウンで生まれた。11歳の時に、一家はオハイオ州セーラムに移住し、 フリードはそこで学生生活の大半を送った。高校ではダンスミュージックに傾倒し、ザ・サルタンズ・オブ・スウィングという名のジャズバンドを結成。本人はリーダーでトロンボーンを演奏した。しかし病気で耳を悪くしたため、バンドで大成する夢は諦めた。大学在学中にラジオ局の DJ の仕事に興味を持つようになり、閉園後の百四十二年、ペンシルベニア州、 ニューキャッスルのラジオ局 WKST に入社したのを皮切りに、翌1943年にはオハイオ州ヤングスタウンの WKBN 局でスポーツキャスターになり、翌1944年にはオハイオ州アクロンのウェイクア局でジャズやポップミュージックを放送する人気番組の制作に関わった。1949年にオハイオ州クリーブランドに移る。 1951年、同志の WJW 局で働いていたところ、念願の DJ の仕事を託されることになった。レコードランデブーというクラシックレコード専門番組だった。ある日、フリードは番組のスポンサーで地元レコード店のオーナーであるレオ・マインツの店に招かれ、白人のティーン・エージャーが店内放送で流れるリズムブルースに合わせて、 楽しく踊っている場面を見かけて衝撃を受けた。マインツの勧めもあり、フリードはリズムブルースを専門に放送するラジオ番組を作ることを決心した。1951年7月11日、担当番組レコードランデブーをムーンドックズロックンロールパーティーへと改編した。この番組では白人向けの流行歌には目もくれず、チャックベリーや リトル・リチャード、レイ・チャールズといった黒人ミュージシャンのレコードをヘビーローテーションで放送した。また、自らもムーンドックと名乗り流す曲のほとんどすべてをロックンロールと呼んで紹介した。フリードは黒人音楽を白人向けの番組で流した最初の白人 DJ となった。この日の放送は深夜帯でありながら大きな反響を呼んだという。なお、 ロックンロールという言葉を発明したのはフリードではない。ロックンロールはもともと黒人の間で使用されていたスラングで、はじめはセックスを示唆するものであったのが、楽しい時を過ごす、パーティーをするなどの意味を持つようになり、ブルースやジャズのボーカルにおける歌詞中に現れるようになったものである。1950年代はじめからはリズムブルースの歌詞にも表出するが、 いずれにせよそれは当時の白人にとっては聞き馴染みのない表現だった。フリードはこの種の音楽を白人の若者にとって新鮮でクールな響きを持つロックンロールという名前に呼び替えたことで広く紹介することに成功した。1952年3月、フリードは地元クリーブランドで ムーンドックコロネーションボールと名付けたダンスパーティー形式のコンサート開催を計画した。このコンサートは白人と黒人の参加客が入り混じって踊ることが意図されたもので人種差別が根強く公然化していた当時のアメリカ社会では異例のことだった。会場であった収容人数1万人のアリーナには2万人を超える若者たちが押し寄せたが当時において 異例の事態に直面した州当局はこのイベントを急遽中止させた。これに不満を持った若者たちはゲートを押し破るなど暴徒化したと伝えられている。フリードは州当局の圧力に屈せずにその後もコンサートを次々に開催、それらはいずれも大きな成功を収めた。フリードの活動はラジオや新聞を通して全米に知れ渡るようになり、彼は クリーブランドを離れて、新天地での活躍を目指すことになった。1954年9月、WJW 局との契約が満期に達すると、フリードは最高額の契約金を提示した、ニューヨークのウィンズ局に移籍した。彼の番組、ロックンロールショーは、夜間の比較的早い時間帯に放送された。ウィンズ局は、数ヶ月のうちに聴取率全米ナンバー一の、 エ m ム曲になった。1955年にはニューヨークブルックリンのパラマウントシアターでロックコンサートを開催。フリード自身が司会を務めた。このコンサートの模様は CBS 系列のラジオ局を通じて全米に放送され、ロックンロールとフリードの人気は絶頂を極めた。この時期にはロックアラウンドザ・クロック、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  ドントノックザロック等のロックンロールを用いた音楽映画に DJ 役で出演している。黒人発祥のロックンロールを世に広めていくフリードをニガーラバー呼ばわりし、非難を浴びせる人々は少なくなかった。その中心は、政界、教育界、宗教界に代表される白人の保守層や南部の白人市場主義者たちであった。フリードが若者の注目を集めるに従って、 彼らは次第に大きな圧力をかけていった。1957年、フリードは全国ネットのテレビ局 ABC に招かれ、ロックンロールを中心に据えたテレビ番組、アラン・フリードショーを開始したが、黒人歌手のフランキー・ライモンが白人の少女と一緒にダンスをするシーンに対して、南部の系列団体が激しく抗議し、数週間のうちに、 番組は放送中止に追い込まれてしまった。全米各地でフリードが開催していたロックンロールコンサートでも地方当局の監視は一層厳しくなっていった。1958年5月、マサチューセッツ州ボストンで行われたコンサートで過剰警備をしく、警官隊と観客との間で暴動が発生すると地方当局は暴動を先導した容疑でフリードを告訴した。 後にこの訴えは知りけられたものの、ウィンズ局は一連の事件の影響を考慮して、フリードとの契約更新を見送った。ウィンズに見限られたフリードは、同じくニューヨークに拠点を構えるラジオ局 WBC に移った。やがて、フリードは、ベオラスキャンダルと呼ばれる音楽業界内の不祥事に巻き込まれるに至った。 ペイラとは支払いを意味するペイとレコードプレイヤーの代名詞であったビクトローラの合成語でレコード会社が DJ に働きかけて特定のレコードを流してもらう見返りに DJ にリベートを支払うことを指す言葉である。DJ は雇用的に不安定な職業で賃金も低かったため生活の大半をこのペイオラに頼っていた。また1950年代当時は ベオラを違法とする法律も存在しなかったため、そのやり取りは業界内で慣例化し、謝礼行為として認知されていた。しかし1958年、米国作曲家作詞家出版社協会は、ベオラを放送倫理の腐敗と激しく非難し、会員議会に意見を図っていた。議会は、この意見を聞き入れ、ベオラを商業上の賄賂とみなし、違法とする法律を制定した。 これにより、1959年から1960年にかけて、ベオラに関わった DJ をはじめとする音楽、関係者の多くが容赦なく、業界から追放された。全米で最も有名な DJ となっていたフリードも、司法の追求を免れることはできなかった。1959年11月に、所属の WBC 局から、 過去いかなるレコード会社からも金品をもらっていないという宣誓書に署名を求められたが、これを断ったため、WBC 局はフリードを解雇した。その後フリードは1960年5月に商業増収賄の罪で告発され、その結果、1962年に罰金300ドルと6ヶ月の禁止処分の実刑判決を受けた。WBC から解雇されたフリードは、 ニューヨークを離れ、カリフォルニア州ロサンゼルスのクデイ教区、フロリダ州マイアミノワコム局などを渡り歩いた。しかし、かつてのように自由なスタイルで仕事を任されることはなく、いずれも長続きしなかった。次第に彼は、自暴自棄に陥り、アルコールに依存する日々が続いた。また、罰金のために、多額の負債を抱えたことで自宅を差し押さえられ、生活すら、ままならなくなった。 1965年1月、フリードは観光編と尿毒症を患い、43歳で死去した。1986年、地元クリーブランドに設立された、ロックの殿堂に非演奏者部門で選出された。現在では、ロックンロールの生みの親、ミスターロックンロール、キング・オブ・ロックンロールなどと称えられ、再評価されている。なお、フリードは、 ムーンドックという名の使用をめぐって、盲目の作曲家ムーンドックに告訴され、1954年に裁判で敗訴して、以降はこの名を用いなかった。ありがとうございます。